おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2970です。はい、今回紹介するのはですね、前回ね、組み立てを行いましたこちら、フィギュアライズスタンダードのミオリネレンブランですね。こちらの組み立てをね、前回やったということで、今回ですね、こちらの可動範囲、それからね、表情パーツの交換とかね、手持ち物とか足首パーツの交換やっていきたいと思います。そして前々回ね、やりましたスレッタとね、ちょっと並べてね、やはり2つ揃えるといいよねってところを見ていきたいと思います。とりあえず台座はね、使っておりますけどね、これに関しましても後でまたやっていきたいと思いますので、早速ですね、本体見ていきましょう。こちらがですね、本体になっておりますと。まず外観ですね、正面がこちら、横ですよ、後ろ、反対側、上となってます。で、こちらですね、制服っていうかね、こちらのデザイン的にはね、なんとなくスレッタと似た感じなんですけどね、また部分的に違うんで、それはそれでね、いい感じにね、まとまってるんじゃないかなと思います。可動範囲いきましょうかと。とりあえず頭部に関しましては左右にね、動かすことができますよ。ただこいつね、後ろ髪長いんでね、この状態だと当たりますんで、まあ、多少ねでもね、上に逃がしたりとかすれば、まあなんとなく回避させることはできるかなと。後ろ髪自体は根元のボールですね、ここでグリグリと跳ね上げ、ひねりができるようになっておりますよと。で、首に関しましてもね、こちらですね、根元の軸ですね、ボール、ここで動かすことができるのと、斜めですね、こういう可動ができるようになっておりましたと。で、上の髪の毛、ここもね、一応ボールなんで、ちょっと動かすことができますよと。腕に関しましては、接続点ですね、ここでのグリグリと、二の腕のロールですね、で、水平、多少の引き出しができるようになっております。肘に関しましては、一応二重関節っていうかね、ちょっと深くね、曲げることができるようになっておりますよと。で、あと手首パーツに関しましては、ここですね、30ミニッツシスターズと同じジョイントがはまっておりますので、ここちょっと癖がありますんでね、変な動かし方するとバキッといきますんでね、十分気をつけましょう。ただ肌の色的にはね、多分ティアーシャと同じかな、なので最悪そちらでね、余ってるジョイントをね、利用することも可能なのかなと思いますね。一応根元の接続点はボールなんでね、ここでのグリグリもできるし、ひねりも可能となっております。左右共通ですね。で、ちょっと下で下げてね、調整しておりますけど、変なやり方するとね、こちらのところが引っかかりますんでね、この辺ちょっと調整して動かす必要性がありますよと。ちょっとハマりが甘かったりとかするとね、なんかちょっとガチャガチャするんで、その辺もちょっと確認しておきましょう。胸部に関しましては、ここですね、ここでグリグリ動かすことができます。特にここですね、引き出し機構とかそういうわけではなくね、パチッとハマってるだけなんでね、一応ここでグリグリ動かせる感じ。腰に関しましては同様に動かすことができます。足はですね、特に何もしない状態だと開脚こんな感じですね。で、前後ですよと。ここの下の部分をね、引き出すことができますので、これを利用することによって、まあ、先ほどよりも大きく動かすことができるようになります。で、今ちょっと見て思ったのが、こういう風に見た時にですね、ここの内側、こちらのね、足と同じ色なんですね。ここは緑で良かったんじゃないかなと思いますね。まあ、大きくね、開脚してこの状態でポイってね、置いとくことはないと思いますけど、こう下から見た時にね、ここの部分が緑じゃないんでね、ちょっとここは違和感出ると思うんでね、ここの部分はまあこちらのね、ズボンというかね、下の部分と同じ色で良かったんじゃないかなってちょっと思いました。はい。で、もものロールですね、ここのロールが効きます。膝の曲げですね。で、足首のここのひねりができますよ。つま先の可動はないけど、足首自体は動かすことができると。で、ここですね、底の部分、こういう風に簡単に外れますんでね、こういうちょっと外れやすい部分に関しましては、あらかじめ接着しておいた方がいいと思います。そうしないとね、ここにはまってる小さなパーツですね、これが飛んでってね、なくなっちゃう可能性がありますんでね、そういう部分も含めてできるところはね、やっておいた方がいいかと。で、あと墨入れじゃないですけどね、ここの部分縦にね、ライン入ってますけどね、ここの部分もパッと見だとね、色が同化しちゃってボケちゃうんでね、ここの部分はちょっとね、墨入れなりね、なんなりしてね、見た目を良くしておいた方がいいと思います。はい、一応こんな感じでございました。まあ基本的な可動範囲に関しましてはね、服のね、形状の違いはありますけど、スレッタとね、大体同じような感じでね、動かすことができますんでね、まあスレッタ持ってる方はとりあえず問題なく動かすことができるんじゃないかなと思います。で、台座への組み付けに関しましてはね、こちらですね、ここに穴がありますんで、ここに対して直接支柱をね、ズボッと差し込んであげましょうよと。こんな感じ。まあそれ以外に、これはね、以前とね、同じなんですけど、クリップパーツもありますので、これを使ってね、ここね、刺さなくても挟んでね、固定することもできますよと。で、あとこちらですね、短いタイプつけてますけど、長いタイプにすることもできますんで、まあ、もっとね、位置調整したいとかね、そういう時にはこれでもいいかと思いますよと。で、あと下の軸ですね、ここの部分も共通になってて、このでかいやつですね、
これもありますんで、これをね利用することによってね、アクションベースとかにつけることができるっていうね感じになっております。まあ、この辺はね選択式になっておりますけど、まあ普通にねこのままでもいいと思います。はい、一応こんな感じでございましたよと。ではですね、表情パーツの公開行ってみようかなと。で、表情パーツに関しましては、まあ今回ね付属のデカールの中からね選択してやっていきましたが、とりあえずこちら、それとこちらですね、この2種類にしてみましたと。これ以外にですね、まあデカールがありますんで見ていきましょうかと。こんな感じですね。一応こちらですね、正面目線選択しておりますけど、それ以外に目閉じの笑顔があったりとかね、小回りとかね、こんな感じの左目線とかね、こんな感じのものがありますので、まあこれをね選択して貼り付けますよと。ただまあ前回の組み立てのね時も言いましたけど、これはですねデカールを貼り付ける感じになっております。しかもこれとこれしかない、のっぺらフェイスがね他にないので、次やろうとするとこれ剥がさなきゃいけないんでね、もう一個ずつこっち2個、こっち2個みたいなね、感じでのっぺらフェイスでもうちょっとついててもよかったかなってちょっと思いますね。まあ、一応こんな感じになっております。で、表情パターン交換に関しましては、とりあえず前髪を外すと。で、これ前髪外すのはいいんですけど、これですね、前回のね、組み立ての時も言いましたが、こう取りましたと。ここのパーツがね、飛んでっちゃう可能性がありますので、十分気をつけましょう。一応ここのパーツで挟まってるっぽいんで大丈夫だと思いますけどね。これ取るときに、えいってやったときにね、飛んじゃう可能性がありますんでね、十分気をつけましょうと。で、今ついてるやつをこっから外してあげましょうと。で、選択したやつをね、つけてあげると。で、まあこれが入りましたら前髪をね、戻すことによって完成しますと。で、瞳デカールをね、貼って組んでるわけじゃないんでね、今ここで確認します。位置調整がね、うまくいってないとね、ちょっと間がね、空きすぎてるとかね、高さが合ってない可能性があるんでね、そこちょっとね不安ですけどね、一応組んだっていうか貼ったのがこの形になります。あ、まあバランスは悪くなかったかな。で、こちらのねやつに関しましては、前回の説明書の時も言いましたけど、一応ねのっぺらフェイスがあって、まあガイドライン引いててね、貼り付ける瞳のデカール、あれの位置がね一応分かりやすくなるように説明書の方でね記載されておりますんでね、それを参考に貼り付けてあります。なので、まあなんとなくね綺麗に貼ってるっていう感じですね。はい、まあこれがねできることならね、やっぱり紙のシールもねあった方が良かったかなと思いますね。まあ一応こんな感じでございましたと。で、あと口ですね、そういえばここの口の部分のお話をね組み立ての時にね言わなかったんですけど、とりあえず今回そのままね白い状態というかね、それを使っておりますけど、付属のシールピンク色のやつがねありますんでね、一応口を開けたピンクの状態というかね、その状態にできるような感じにもなっておりますんで、そこの部分は好みになってますんでね、まあ貼っても貼らなくてもいいみたいなね、そんな感じになっておりましたと。はい、一応こんな感じでございます。ではですね、手持ち物とかね、あとは足のパーツの交換いきましょうかと。手持ち物に関しましては、こちらねシャベルですね、これはとりあえず付属の手首パーツを使ってグッと差し込んであげれば保持させることができると。もう一つですね、ジョウロ、これがまあある意味クセモノになってましてね、このジョウロ組んだ時も言いましたけど、ここのパーツね特に稼働しないですね。それによってね、ここのパーツの交換が非常にやりづらいんでね、どちらかの手で固定するか、あとは手首パーツ強引にギュッと広げてね頑張って外すか、あとはこちらね、上路自体のここの部分のねしなりをねうまく利用して脱着する感じになると思いますんでね、ここの部分はまあどっかね外すことができるとかね方式でもよかったかなと思いますけどね。まあ、一応こんな感じで物をね保持させることができるようにはなっておりましたと。ちょっとショベル弱いですけどね、まあ、一応こんな感じでしたと。で、まあ、手首パーツをね、そのまま交換するだけなんで、こっからポンと取ると。で、これ差し替えるだけなんでね、こんな感じで取り付けることができましたよと。はい。ちょっとね、根元が緩かったりとかする可能性がありますんで、そこの部分の調整はね、まあ、後々した方がいいと思いますけど、まあ、一応こんな感じでございましたよと。で、あと足のパーツですね。靴を脱いだね、こちらね、素足パーツというかね、これもありますよと。これに関しましては、まあ、こっからですね、ただスポッと抜いて、これに差し替えるだけなんで、まあ、交換自体はとりあえずね、全然簡単にできると思いますが、こんな感じでございますと。こういうようなね、ワンパーツあるっていうのは、なかなかいいんじゃないでしょうかね。ただこれ、脱着するときにこの辺ですね、パカッと割れてね、バラバラになっちゃう可能性がありますんでね、そういうときには全体的にね、ちょっと接着とかしておいた方がいいと思いますが、まあ、全体的なね、造形とか、可動とか、物の保持とかね、表情パーツの交換とかはこんな感じでございましたよと。はい。まあ、全体的にかなりいいんじゃないかな。組み立て自体はまあ細いパーツがあったりとかするのと、ちっちゃいパーツがあるんでね、そこの部分の接着、そういうのがねちょっと必須にはなってくる部分があると思いますけど、それでもねなかなか作りやすかったんじゃないかなと思いますね。はい、
では最後ですね、前々回ねやりましたスレッタですね、こちらちょっとね並べてみようかなと。まあ、ちょっとねポーズがいまいちな感じになってますけど、こんな感じです。なんとなくね服のデザインはね似たような感じになっていると思いますが、まあ下ですね、下半身の造形がねかなり違いますね。まあ色も違うっちゃ違うんですけどね、それよりもやっぱり下半身のね造形の違いが大きく出てるんでね、ここの差異があってなかなか面白いんじゃないかなと思いますね。それぞれねかなりいいと思います。フィギュアライズスタンダード、たまにねハズレが出ますけど、今回のねこちらのねスレッタとねミオリネはねかなりいいと思いますね。今後もね再販が結構続くみたいなんでね、店頭で見かけてね買おうかなと思う方はね、ぜひとも買ってね作っていただければと思います。ただまあ一部でね言ってる通り小さいパーツがあったりとかね、そういう部分がありますんで、組む際にはね十分気をつけて作っていただければと思います。はい、ということで今回ですね、フィギュアライズスタンダードのミオリネレンブラン、こちらのですね可動範囲とか表情パーツの交換とか物の保持ですね、こちらのお話と、あと最終的にねスレッタとちょっと並べてみました。はい、ということで次回ですね、次回は30ミニッツシスターズやっていきたいと思います。その30ミニッツシスターズに関しましてはね、こちらのねミオリネと同時発売だったやつ、それをねちょっと組んでいきたいと思います。久しぶりなのかな、新規造形のやつですね、そちらをねやっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。